とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、このハープクロスボウダイナモ、そして苦痛の矢、使っていきます。ほんと、これでね、クリアできない場所は、ないんじゃないかっていうぐらい、むちゃくちゃ強いよね。で、今日は、ここ行こうと思います。パンダ高原、デイリーレベル3だね。ここ報酬が防具なのよ。なので、スパイダーアーマー、ウィザーアーマー、そこら辺が狙えるっていうことだね。そして、このね、バーストクロスボウ欲しいのよ。バーストクロスボウが、結構古代狩りでいいやつを出してくれるので、欲しい。ということで、ここ、プラス25、挑戦しましょう。おー、びっくりした。パンダか。まあまあ、倒す。ちょっと待って。大電ついてる？あ、パンダこれ2種類いるんだな。パンダ2種類いて、大電ついてるやつがいるんだ。これきつくない？まあいいや、とりあえず倒して、ソウルゲットしないとどうしようもないから、ゲットしましょう。うわぁ！そうそう、この装備ね。クールダウンがないから全くないのよ。クールダウン全くなしなんで、きついんだよね、最初が。でも普通の敵じゃなくって、パンダでよかった。パンダで、回復していけばいいからね、ソウルを。おお、もう使えるようになったか？一発使えるように、なりました。あとこいつ倒してから出発しようか。オッケーオッケーオッケー。弱体化させれば、全然ね、痛くないもんね。おし、お、止まった、止まった、止まった。危ない、危ない。止まったよ。これ、あれだよね。俺だけじゃなくて、みんなも、よく止まるよね、これって。うん。これ、そういうもんだよね。なんか、俺、結構、止まるなぁとは思ってるんだけども、多分みんなも、止まると思うんだよね。お、いいね、いいね、いいよ。やっぱりね、この無限がついてるってめちゃくちゃいいね。無限はいいよ。しゃあ。いいね。よし。と、あとね、この成長。うん。成長がついてるっていうのも、これね、結構良かった。結構微妙かなと思ったのよ。成長微妙でしょみたいにね。思ったけど、いやいや、なんてことない。成長は、横にね、すっごい広がってくれるから、めちゃくちゃ当てやすい。うん、当てやすいね。おおおおお。しゃあ。うん、あとね、欲しいのは、まあまあ、いろいろあるけどね。いろいろあるけど、クールダウンショットが、やっぱり欲しいかな。いっけ。しゃあ。これで倒せない奴はいないぜ。あ、でも、ソウルがちょっと、若干、足りなくなってきてる。あ、いかんいかん、ソウルがない。おー、まあいいや。で、こっち側からかな、うんうん、うん。やっぱね、これね、途中で、火力不足になる時があるっていうのが、一番の問題だよね。それをなんとか、解消できていけば、いいね。やっぱり、まだまだ、厳選は必要です。オッケー。うんうん。やっぱ、ソウル系装備をもうちょっと、作っていければ、強くできるのかな。うん。いやいや、ほんとみんながね、コメントで、ソウル系使っていったがいいよっていうのが、ほんとわかる。ソウル系強い。ちょっと前まではね、ソウル系であのビーコンがいいのかなーとも思ってたけど、いや、何のそのこれですわ。全然違うし。うん。いや、俺、むしろよくこれ知らずにやってたなと思うよ。うん。若干恥ずかしいところがある。はい、まあまあ、とりあえず、このまま洞窟まで進んでいきまーす。よっしゃー、洞窟来たー。結構長いね、ここ。思った以上にここ長いわ。
行くぞー。うん、でももう本当にね、危なげなく、行ける。うん。なんだろう。普通の弓の時が、結構なんだろう。こう、チャージショットを打たなきゃいけない時とかがあったから、それが楽だよね、クロスボウになると。チャージ打たなくていいから、もうガシガシいけて、気持ちいい。うん、まあまあ、チャージショットの方もね、慣れてしまえばいいんだろうけど、どうしてもね、ちょっと忘れちゃって、一本しか出なかったっていう時が、多々あったんで、うん。このハープクロスボウになって、すごく良くなったかな。めちゃくちゃ使い勝手がいいよ、やっぱり。あ！うん。ただ、やっぱりこのね、火力がない時、そこをなんとかね、こうカバーしていかないとね。うん、この火力ない時はだいぶ弱くなっちゃうんで、そこはカバーしていこう。おお、あったあったいたいた。おい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 、あ、いっぱいいるなこっち。ちょっと待って、あ、うん、まあまあ一応倒すか。別に倒さなくても良さそうだけど、一応後から来られても、おお、おいしいおいしい。後から来られてもね、嫌なんで。ちょっと待って、これシークレットなんかあったっけ？あ、シークレットなんかあるかもしんない？こう、奥。いや、ない！ごめん。なかった。うん。でも確かここの洞窟抜けてしまえば、終わりだもんね。ここ抜ければ。ここ抜けちゃえば終わりなんで。しゃあ！頑張っていこう。おっと、二つ。あ、やば、やばい、やばい、おーそーだと思った。よし。雲がね、意外と鬱陶しいのよね。うん。足止めしてくるから、結構鬱陶いんだよな。お、でも、ソウルは全然、うん、溜まったまんまになってるぞ。いいね。いいよ、いいよ。しゃあ。あ、いいね、いいね、いいね。あ、あ、落ちちゃった。マルチロールついてると、このね、ミスが、たまにあって、HP ごっそり持っていかれるからね、そこちょっと、注意しよう！あぶねえ！じゃあ！あぶねえ！あ、重力か、鬱陶しいな。重力鬱陶しい。はい、洞窟抜けた！ああ、ここか！なんか家の中にね、宝箱があったりとか、そういうのあるよね、ここね。オッケーオッケー、これ、家の中とか壁とかもね、突き破っていくから、超使いやすい。しゃあ！うん。この高 HP のお前ですら、余裕でいけてる。結構、アイテム美味しいな、今回。うん。結構アイテム美味しく、いただいてます。しゃあ！もうちょいか？あー、危ない危ない危ない。危なく、普通の矢が切れてた。その細かいところをね、しっかり注意していかないとね。おーし、いいぞー。もうちょっとで終わりでしょう。あぶねえ。クリーパーうざい。おいおいおい、逃げた逃げた、逃げてる逃げてる。おーしよしよしよし。あ、もうパーティーを楽しもう。終わりだ。クリアだね。よし、いい感じ。やっぱりこれロールして移動速度が速くなるっていう、このスキルもいいね。最初微妙かなと思ってたけど、いいわ。では、報酬見てみましょう。なんだ？緑か。緑か。まあ、悪くはない、悪くはない。性能見てみましょう。どうぞ。どうぞって、どうぞっておかしいけど。一番右が微妙。雪玉いいよね。雪玉いい。ポーションバリアいい。で、こっちだな。無謀は微妙だし、まあ、激高、激高だろうね。まあ、保留。保留かな？いや、むしろ使わんか。うん。まあまあ、何かの時に古代狩りにぶち込んでも良さそうです。まあ、とりあえず、デイリーレベル3も全然余裕でクリアできるようになりました。
で、明日がね、5月の26日、マイクラダンジョンズ1周年です。おめでとうございます。1周年。もう1年間俺やったんだな、これね。まだまだアップデートもありますし、楽しんでいけると思うんで。はい。まあ明日もね、何かしらアップデートありますよね。うん。海のやつね。絶対面白いと思うので、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。